分からなかったですね。もう全然なんで勝てないのか、まあ、例えばラモスに対してお前こう法でこうやらないんなら外すよとかもう代表に入れないよって言った時にその監督がそれだけの決断をできるそういうそのカリスマっていうかプロ意識をその持つのは非常に難しいだろうなって日本人が。自分がキャプテンマークつけてで代表のユニフォームを着てできるなんてもうすごいことだなと思ってもうその何秒かにもうラモスさんとかの顔が出た時にはちょっと待てよみたいなああラモスさんと勝つとかあの辺の顔がパーッとしてこれまとめるの大変だぞっていうのははいありましたね。これはラモスさんとかぶつかっちゃうだろうなって思ったわけですよ。もう細かいし決め事決め事って読み込みにはないわけだからそういうのは本人の感覚でやっていくっていう。もうあなたと変わずに銃を与えないよと。ここは代表チームじゃないのあなたたちのチームじゃないなって、うん、それで僕は勝ちになってそうかと思う、うん、で実際グランドのピッチの中でやってるのは僕でピッチの中の監督は私だと思ったから。A kind of a creator, you are responsible for the whole team. So there is no freedom because you have 16 or 20 people you are responsible for as a creator. Yeah. 選手たちの動きに問題があればすぐに練習を止めた。指笛は選手に注文をつける時の合図だった。もうお前の犬じゃないぞお前この野郎と。嫌だとかこいつのサッカーは嫌だとかもう何ヶ月も来てるのにそこで言われるんだったらもう辞退してくださいって言ったの覚えてますけどもう心臓バクバクだったですよ。一緒にワールドカップ行きたいのかな、やっぱりこの人が裏切ることできないなと思って自分の考え方態度変わっていくしかないなと思ったんですよね。
場でボールキープができればね。ラモス、日本ディフェンス入る、ファールですね。頑張る日本、日本ディフェンス入る、危ない、日本危ない、日本危ない、日本危ない、カロー落ちてクリア、松永のファインセーブ、コーナーキック、ないですからね、ここはね。手元の時計は今45分を超えました。最後はこのコーナーキック、あとはレフリーの時計だけ、ね、ショートコーナーです。センタリング要注意、さあディフェンスに入る、来た、また入った、入った、同点、同点になりました、いなく同点に追いついた。
一つだけ聞いてください。私は本当にここまで魂でサッカーを愛した男がどうしてみんなの心の頭の中で墨で覚えててくれればどんな幸せだろうかな。私はもう読売サッカークラブ、そしてヴェルディ、サンガ、そして好きな大砲のユニフォーム着ててここまで頑張った。本当に私は恵まれてるし本当に幸せ。もう一回生まれ変わったらまた日本に来て早く帰化して一緒にワールドカップ行きたいなと思ってる。私は愛してます。本当に皆さんのおかげでここまで来れたと思います。今日本当にありがとうございます。他の選手の皆さんもあなたたちがいなかったら私ここまでできなかったと思います。本当に本当に心から愛してますよ。